こんにちは。動画作りをサポートしておりますコラボゼガーです。さて本日はですね、この、DJI ミニ3プロのドローンのですね、プロペラガードがようやく来ました。注文してからまあまあ時間が経ったんですね。はい、こういうやつです。中国から来たんでしょうか。ちょっと開封してみます。はい、まあ、こういうやつですね。非常に軽い軽量のやつです。ここをつけます。そしてもう一つつけます。はい、でこちらの部分を外して、どっちでもいいのかな。はいはい、あ、ちゃんと分かりました。あの方向がありますね、これとよく似た穴なんですけど、若干こっち側には溝があり、こっちは丸っていうことなので、まあ、これをこう先にここをここの溝にクッと入れるんです。ちょっと見えにくいですけどね、ここがコツですね。わかりました。はい。はい。これでプロペラガードができましたんで、飛ばしやすくなりました。もうこのガードがないとね、あのちっちゃいんですけど、ガードをつけるとまあいくらかでかく感じます。これでようやく、室内で撮影する時もね、たまにありましたんで、以前は、神戸の国際ホールなんかにも、飛ばさせてもらったんですよね。ですんでこのプロペラガードはやっぱりこうお客様の商品とかも時にありますから、壁に当たったりとかしても大丈夫なような、まあ、安全対策というのをバッチリ、できるようになりました。はい、ということで、今日はドローンのお話でした。また明日お会いしましょう。